厚木基地にある第3航空隊の第32飛行隊に所属しております。職種はオーディナンス機上部勤になります。メインでやってるのは、弾薬とか加工品の管理であったり、救命装備品落下傘とか救命胴衣の管理、それからその部位の、管理ですね。監視任務飛行時には、船舶の識別目標に対する写真撮影 VTR 撮影を実施しております。と日本周辺の海域を飛行してで所在する艦船、艦艇とかですね、あと船舶、普通の商船、貨物船とかタンカー、漁船とかといったものの状況を確認する任務がありまして、365日毎日実施している任務になります。私が機上部勤として P1 に搭乗していることで、周辺海域の監視、哨戒及び海上護衛を実施しておりますので、これらの情報収集を実施することで海上防衛につながっていると思います。一番見やすい席というか、自分の席離れてコックピット行って双眼鏡を使って、いろんな言葉の情報も得て、他のクリューがそういった情報を提供してくれて、オーディナンスが最後に目視で確認をしているので、見逃すことはないようにいつも心がけています。32飛行隊の私は第1チームに所属してるんですけど、他の職種とも非常に仲が良くて、すごく勤務しやすい環境であると感じています。やっぱり全員で力を発揮しないと一つの任務完遂できないので、自分の与えられた役割を全力で臨んで任務完遂につながるように努めてはおります。基本的に週休2日になります。ただ飛行作業や当直勤務などによって勤務体系が変わることがあります。私たち対潜哨戒機の搭乗員には航空手当というものがつきます。通常の基本給とはまた別に、有給休暇を取得することが可能なので、比較的長い長期休暇、長期有給休暇を取得することができます。機上部勤に向いているところ、船とか航空機、飛行機たくさん覚えないといけないので、似たような形があるんですけど、そういった違いに気づける繊細さと記憶力ですかね。機上部勤としてのそういった知識技能っていうのは、もちろん身につけなければいけないんですけど、他に私が大事にしているのはコミュニケーション能力といいますか、積極的にコミュニケーションを取るように、相手が言った言葉を聞いてどういう意図なのかとかっていうのを読み取らなければいけないし、自分が発するときは伝えなければいけないので、そういったスキルも、搭乗員として、全ての搭乗員に必要なのではないかなと。航空自衛隊と海上自衛隊で違うのは、航空自衛隊は基本的に戦闘機のパイロットであったり幹部自衛官しかなれないんですけど、海上自衛隊のメリットといいますか、比較していいなと思うのは、海曹も航空機の搭乗員になれるというところが大きいかなと思います。教育航空隊を就業する際に搭乗員の証、航空機章を胸につけていただけるんですけど、その時の喜びは、非常に嬉しかったことを覚えてます。